はい、どうもー、はい、水溜りボンドです。お願いします。ね、毎日を頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、今日は何ですか。まあ、サイト系ですね。はい、これですよ。世界一広告が多いサイト。いや、もう広告見るって言ったよね。それも見てきてるんだからっていうことでしょ。逆の発想だよな、もうすごいね、これ。でも今までさ、逆の発想をたくさん見てきたじゃん、俺ら。こいつめちゃくちゃ頭いい。今までの人は何か出しをね、世界一何かをすることによって、うん、サイト自体に価値はないけど、うん、広告収入を得る。はいはいはい。じゃなくて、広告収入がすごいぞっていう理由で広告収入を得るっていう。ミリオンダラーホームページ。もうな、稼ぎに行きますって言ってもな、ミリオンダラー、芸術の域に達してない？1ピクセルに1ドルみたいな。俺らも出せんじゃん、広告。あ、でもソールドアウトになっちゃってるわ。うわ、すげえよ。じゃあソールドアウトしてんだから。100万ピクセルありますよ。ピクセルって何？この一番ちっちゃい単位。なるほど、なるほど。が1ピクセルで、これが100万ピクセルありますで、1ピクセル1ドルで売りますよって言ってる。めっちゃ儲かってるじゃん、こいつ。すごいですね。100万1000万、1億？本当に？マジ？だからミリオンダラーホームページってこと？このホームページ作って1億稼いだの？広告ってすげえな。超成功者だ。俺バカにしてたわ、うん、逆にいいもん、ここまでいって。でもこの中で目引くやつってすごいよ。なんかこの中で押してもらいたくてやってるわけでしょ、うん、おー、でもすごい競争社会にして。じゃあどれか押しましょうよ。トーマス広告出してって、ここに。トーマスの好感度下がってるじゃん、トーマスの。ちょ、トーマス行っていいっすか。いいよ、行って。怖いな。いいよ、いいよ、行って行って。スミス・トンプソン、アフター15年前、うん、あ、15年前に辞めました。何してんの。押してみます。うん、今度はさっき目についとってましたよ、これ、うん、羊売ってんぞ。羊とか鶏とか売ってるな。そういう世界俺あんま好きじゃない。やめよう。売ってるもんじゃないから。あと、スクールバッグ売ってます。同じジャンルで売らない。はい、ということでね、今日は、広告しか貼ってないサイト。いや、俺らのことを見てる人がこういう頭の良さ身につけてほしいみたいなのがあるので、話せようと思って突き詰めていくと、やっぱそこにはさ、人集まるのね。集まるよ。で、この人はそれをやって1億円稼いだわけ。面白いと思う。すごいと思う、普通に。いや、すごいよ。はい、以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございます。見づらいけど、これ。これがスタート。はい、ってことはここね。そうそう、これね。うん。で、ゴールは5箇所あるらしい。ここと、